間違いない。ユウスケたちはあの病院にいるはずだ。ユウスケ、ピエ、桑原君、俺は4人のうち誰がかかっても嫌だ。悠々白書クラマ役の尾形みのみです。セーラーム、覚悟するがいい。ダルクサンダー！ね、ボクシー、私が門の中に入って内側から鍵を開けるよ。新たな時代に誘われて セーラー・ウラヌス華麗に活躍。舞台役者さんっていうのは一つの舞台を例えば1ヶ月の公演とかをやるために1月半ぐらいかけて芝居を徐々に作っていって、そして1つの芝居を作りますよね。でも声優さんっていうのはたった1日で、しかもテストが2回あり、 それですぐ本番みたいな、その1ヶ月半かけて作るものをたった1日で作らなければならない仕事、1ヶ月半の中の切り売りではなくて、1ヶ月半かけて作るものをたった1日でやらなければいけない仕事であり、また声っていうのも声だけの切り売りではなく、全身使って表現しなきゃならないものを声だけに込めて伝えなければならないという、すごいそういう意味ではとっても難しい仕事だっていうのを入ってから実感してます。いろんなバイトをやったんですね。ちょっとね、たくさんあまりにもありすぎて、ちょっとわかんないんで、自分の虎の巻っていうか、システム手帳に書いてきたんですけど、本当に、まず最初は新聞配達とか、あとビラ配りとか、怪しげな 映画、スクールの勧誘のバイトもしたし、あとエキストラとか、劇場案内の劇場案内、宝塚劇場の劇場案内なんですけど、そういうのとか、あとね、お茶摘みのバイトもしたことがあるんです、実は。で、リズニーランドもやりました。突然ですが、踊ります。はい。決まった？いろんなミュージカルで稽古ピアノっていうのは本番ではやらないんだけども、お稽古の時にみんなの歌を歌うのの伴奏のピアノっていうのかな。で、それをちょっとバイトでやっていて、それでその時に、まあ、いろいろ縁があった方からちょっと誘われて、小さなカフェバーで、ちょっと弾き語りのバイトをしていました。 アルバイトで似顔絵っていうのは、私の入ってた劇団にファンクラブがありまして、そのファンクラブの会報を作るのを手伝ってたんですよ。で、その時に役者の似顔絵とかを描くのが私の担当で、 シガゾって初めてなんだけど、似てる？下町のポイント。今まで話した内容では、いろいろめちゃくちゃなバイトがいっぱいあって、で、じゃあ尾形は一体何を基準にしてアルバイトを選択しているんだろうとか考えられる方もたくさんいらっしゃると思いますし、 ね、なんですけども、実は私は何も考えてませんって、で、アルバイト情報誌を見、なんとなく興味のあるものをやりみたいな、そういう感じでアルバイトをしてきました。で、まあアルバイトっていうのはどうなんでしょうね。いろんな人のいろんな考え方があるからいいと思うんだけど、また私の場合は芝居がやりたくて、ですごい、なんていうのかな、芝居をやるためにもっとダンスのレッスンをやるためにとか、もっと何かをやるためにっていうんでアルバイトをしたんで、 で、目的を持ってやったから、結構きついバイトとかも割と頑張ってやってこれたんだと思うんですね。で、だからまあ、
みんながもしアルバイトをするんだとしたら、何でもいいからそういう目的を持ってやってみると、結構いろんな仕事が楽しいなって思えるかもしれないですよ。夢は素敵なばあさんになることです。なんでそういう言葉になったかというと、だから一瞬一瞬すごい大切にして、でなんかいつもいつも楽しいなと思って、やっていったらね、それを突き詰めていくとそういう風な結果になるんじゃないかなと自分なりに思っています。皆さんも素敵なじいさんばあさんに一緒になりましょうね。明日はセーラーナース役の富澤美智恵がお送りします。